PSRB1620 から 26B は、サソリ座の方向に約12400光年の位置にある太陽系外惑星である。メトセラという非公式な名前があり、他にも年齢からザ・ジェネシス・プラネットと呼ばれることもあり、二構成と一惑星からなるため PSRB1620 から 26C と書かれることもある。パルサー p s r b 六百二十から十六。 a と晩星の白色 y 星 w d b 1 6 2 0から26からなる修練星惑星であり、初めて発見された修練星惑星でもある。また、初めて発見された球状星団内の系外惑星でもある。現在知られている太陽系外惑星の中では最も古い部類で約127億歳だと考えられている。PSRB1620 から26ビットは、 質量が木星の2.627倍あり、軌道長半径が 23AU もあり、これは天皇星と太陽の距離より少し大きい程度である。どちらも光天周期は約100年である。この3つの天体からなる連星系は、球状星団 M4 の核のすぐ外側にある。球状星団の年齢は127億歳と推定されており、 星団内のすべての恒星はほぼ同時期に形成されたと考えられている。惑星も恒星と同時に形成されるため PSRB1620 から 26B も約127億歳ということになる。これは現在知られている中で2番目に古く地球の3倍近くも古い。この惑星は生まれてから多くの段階を経ている。 PSRB1620 から26は2つの構成からなる連成形である。主成、PSRB1620 から26は1秒間に100回転する中性しぼしのパルサーで、質量1 3 4四 m 半径 20km、表面温度30万系以下である。晩成は0 3 4四 m の白色 Y 星で、半径は約 0.01R。 表面温度 25,200k 以下である。これらは1天文単位の距離をとって、約6ヶ月の周期でお互いの周りを回っている。惑星系の年齢は127億から130億年で、知られている中では最も多いった連星である。参考として、太陽の年齢は46億年である。連星系の死等級はプラス24で、肉眼で見ることはできない。 PSRB1620 から26の系のシンカパルサー惑星の起源は完全には分かっていないが、おそらく今日見られるような形成過程は経ていないと考えられている。恒星の核が中性子星に崩壊する際に重力が減少し、超新星爆発としてほとんどの質量を吹き飛ばすため、その後に惑星が残ることは考えにくい。 現在白色矮星になっている恒星の惑星として形成され、この恒星と惑星が後に中性死亡しに捕獲された可能性の方が高い。恒星同士の遭遇は太陽の存在する銀河系の円盤では非常に稀であるが、球状星団の密度の高い核ではしばしば起こる。過去100億年のある時点で中性死亡しは惑星を伴った恒星を捕獲して連星を形成し、 この過程でおそらく元の晩星を失ったと考えられている。約5億年前、新しく捕獲した構成は、膨張をはじめ、赤色巨星になった。若いパルサーの典型的なパルス周期は1秒の桁で、徐々に速くなっている。最終的には、いわゆるミリ秒パルサーになって、晩星から物質を奪うようになる。PSRB1620 26のパルス周期は、 数ミリ秒で物質の転移が起こっている強い証拠がある。パルサーの番星の赤色巨星が膨張し、ロッシュローブを超え、表層から中性子星に変わり始めていると考えられている。落下しつつある物質は複雑で壮大な現象を引き起こす。落下しつつある物質は核モーメントの移転のために中性子星を回転させる。数億年のうちに、 落下しつつある物質は X 線を放射するほど高温になり、構成は低質量 X 線連成となる。質量の移転は、質量を供給する方の構成の表層が枯渇し、核がゆっくりと収縮して白色矮星となることで終了する。そして二つの星は完全にお互いの周囲を好転するようになる。とはいえ、 PSRB1620 から 26B の長期的な見通しは明るくない。3つの天体からなる系は M4 の典型的な構成よりずっと質量が大きく、構成の密度が非常に高い星団の核の方にゆっくりと引き寄せられる。数十億年で連星系は近接した他の構成と出会うと考えられる。その場合は一番軽い天体が K から弾き出される可能性が最も高いと考えられる。もしそうなると PSRB1620 から 26B は M4 から完全に弾き出され、残りの時間を宇宙空間を一人で漂いながら自由、浮遊惑星として過ごすことになると考えられる。惑星系の位置。緑色の丸の部分が PSRB1620 から26。惑星系の位置である。 惑星系は m 4球状星団の中に位置している。他のほぼすべての太陽系外惑星と同様に PSRB1620 から 26B はドップラー効果の変化から発見された。1990年代初めにドナルド・バッカーの率いる天文学者のチームは連星パルサーと考えられる天体を研究しており観測される。 ドップラー効果を説明するためには三つ目の天体が必要であることを確認した。数年以内に惑星がパルサーと白色矮星に及ぼす重力の影響が測定され、その質量が構成にしては小さすぎると推定された。三番目の天体が惑星であると結論付けられたことは1993年にスティーブン・ソーセット・ラニーより公表された。 惑星の軌道を研究することで白色矮星の質量を推定することができ、惑星の形成理論から白色矮星は年齢が若く熱いことが推定された。2003年7月10日、ハップル宇宙望遠鏡の観測により白色矮星の検出と予測されていた特徴が確認されたことがスティーン・シュガーズソンらのチームによって公表された。 メトシェラの名前が発表されたのは NASA の記者会見であり、世界中の記者の注目を集めた。PSRB1620 から 26B という名前は科学論文では用いられないが、シンバドのデータベースにはこの名前で登録されている。論文主導では、おそらく連成形を構成する構成、A 及び B との混同を避けるために、 PSRB1620 から 26C と記述しているものもある。しかしこの記法はシンバドに収録されておらず、現在の命名では普通惑星は小文字、恒星は大文字になるため、PSRB1260 から26、惑星系の2恒星を公転する、惑星名は PSRB1260 から26ビットとなる。二千八年十一月時点で、 他に見つかっている唯一の連星系の惑星であるオトメザ・ HW 星の発見の論文では命名が行われずこの問題については未解決のままである公式に認められてはいないがメトセラという名前もよく用いられているこの名前は旧約聖書に登場する最も超名の人物であるメトセラに由来するこの名前は非公式の名前として 太陽系の惑星との類似性を表すときにしばしば用いられる。系外惑星において、神話由来の非公式の名称はベレロフォン、オシリスなどもあるが、メトセラは唯一聖書から来た名称である。ありがとうございます。